はい。どんな本をお探しですか？僕と寝ましょうよ。まだ明日の準備がとかなんとか、そんなことより僕と寝ましょうよ。君だってもう眠いでしょう。いつもお疲れ。おやすみ、おやすみ。電気消して。今宵もお布団にお邪魔します。させていただきます。羊が一匹、羊が二匹。君と数えたその先に夢を見る。地球は回る。僕らを乗せて。まるでゆりかごみたいだね。安心してお休みダーリン。お休みのところ申し訳ありません。当館は間もなく閉館となります。カウンターが混み合うことがございますので、お早めに。いえ、仮眠は他の方のご迷惑になりますので、遠慮していただいております。失礼ですが、これまでも何度か当館をご利用いただいてますよね。ああ、やはり。はい。ご利用者様の顔はおおむね覚えておりますので、いえ、大したことでは。ご利用者様の読まれる本の傾向や好みを把握し、素敵な本に出会うお手伝いをする。我々司書の大切な仕事の一つです。ですから、いつかあなたの好きな本も、ときめく人生を送るための23の方法。なるほど。つまりあなたは、ときめく人生を送りたい。そうお考えなのですね。でしたら、こちらがおすすめです。子猫の本です。必ずや、ときめくことができます。差し出がましいようですが、随分とお疲れのようにお見受けいたしましたので、このようなところで他人に起こされるまで眠り続けるなど、なかなかできることではありません。気分を害されたのなら謝ります。同僚にも思ったままを口にしすぎると、指摘されるんです。そうですね。お詫びに、もうしばらくこちらでお休みなさいませんか。私の業務が済むまで。いえ、どうか遠慮なさらず、ときめく人生を送るためには、確かにそれ相応の努力が必要です。けれどきちんと休まなければ、何かの拍子に気持ちが折れてしまうかもしれない。どうか当図書館があなたにとって、心の癒しになりますように。